ラハティエルマイナス39追戦車銃、ラハティエルマイナス39追戦車銃、ラハティエルマイナス39対戦車銃、ラティ 39, ラティ M39, ラティモデル39はフィンランド軍が使用した対戦車銃である。英語圏の国をはじめとして、ラティの英語読みからラティもしくはラーテと呼ばれることもある。なお、その長,大長い間から、 フィンランド兵は、ノースピシー、ノルスピシー、ゾウウチ銃のニックネームをつけていた。フィンランドのバレシアンカイバライシーです。VKT によって開発され、アイモラハティによって設計された大口径対戦車ライフルで、当初は口径 13.2mm の対戦車銃として開発されたが、ラハティは対戦車用途としては口径が不足しているとして、 20X113mm 弾を使用する独自の設計案を提出した。VKT 側は 20mm 後継は大型すぎて連射速度に劣り、威力の上昇よりも不利点の方が多いとしたが、ラハティの主張を入れて 13.2mm と 20mm の2種類の試作銃が製作され、比較試験及び冬戦争第一次。 ソカオール戦争においての実地試験の結果、20mm 型が、連射速度も十分であり、威力に勝るとして選択され、使用弾を 20138mMB 弾に変更した上で、1939年に、20PST キブ39、20mm 対戦車、小銃3 9の正式名で採用された。1944年には、本銃を単装で、 対空射撃に用いるため、機構を全自動射撃可能なものに改造した L-39、44、M39 から44が開発され、対空照射区を装備し、二脚及びソリに変わってクイや、立ち木の先端に設置して用いることのできる、対空重火に装着した20糸基部39から44、20ミリ降射砲39から44が正式化されている。 20イトキブ39から44用に大型弾装、装弾数15発も製造された。L-39 は最終的に1906丁が製造され、対空機重化された L-39、44を中心に1960年代までフィンランド軍に装備されていたが、1960年代に入ると対戦車火機としても、 対空火器としても一線を退りき、順次、生産数の半数以上である、約1000兆が、アメリカの民間市場に放出された。しかし、予備兵器とはされたものの、フィンランド軍では、ベトナム戦争の戦訓から、対ヘリコプター戦に有効であるとて、1988年まで、現役に止まっていた。1940年には、ソ連軍のいるマイナス2対1攻撃機、 シュトルモビーク対策として L-39 の設計を発展させた機関砲をいて席のついた専用重火に並列連装に装備し大型の対空小純機をつけて連装対空重座とした20糸基部40、20ミリ高射砲40が開発、生産された L-39 は通常2名いて観測主験弾役手で運用されたが しばしばいてのみでも用いられた。銃本体のほか、弾装2個収容の運搬箱を2つ、経営、予備弾装4個、弾薬40発、整備、分解用工具及び弾装用相談装置と、予備部品の2つの工具箱、栄光策が標準の付属品とされている。冬戦争では、試作型の2丁が戦闘に投入され、ソ連軍戦闘車両に威力を発揮した。 続く継続戦争第2次ソカオール戦争では約1800兆余りが生産されソ連軍の T-34 中戦車やキロボルト -1 重戦車に代表され新型戦車相手には力不足でありながらも離隊や燃料タンクを狙った攻撃でそれなりの戦果を上げている継続戦争当時は対戦車用途の他に現在の対物ライフル同様 当地下や機関銃座の狙撃に使用された。大型で重く反動の大きい本銃は、運用面での混乱も大きく、標的とする戦車の急速な重装降下の前に、開発当初ほどの威力を示せなかったものの、フィンランド軍の主力対戦車火器の一つとして、大いに踊らした。L-39 はガス圧、作動方式半自動式の自動銃で、 使用される 20X138 メートル MB 弾は、鉄鋼弾頭を使用して300メートルで60度、傾斜20ミリメートル圧の装甲板を、500メートルで60度、傾斜16ミリメートル圧の装甲板を打ち抜く、能力を持つ。L-39 の特徴として、引き金を引く際には、薬室が閉鎖されている、クローズボルト方式で発射されるにもかかわらず、有定。 ボルト自体は一射撃ごとに交代した状態で固定され、いてが、遊定閉鎖レバーを操作することによって遊定が、前進、相談された後に薬室が閉鎖されるという、手動閉鎖方式の機構を持つことが挙げられる。これは射撃後に薬室を開放することによって、重心内と薬室、及び遊定の通気を確保し、それらが加熱することを防ぐもので、 射撃後に交代状態で固定された遊程は、銃波、グリップの前面、トリガーガード下部にある押し込み式のレバーを握り込むことにより解放され、再度前進して、次弾を薬室に装填、薬室を閉鎖して射撃可能状態となる。このため、遊程解放レバーは安全装置としても機能した。手動式の安全装置は、別個にあり、操作レバーは、機関部左側面。 トリガーグループの斜め髪型にある。射撃後、薬莢は機関部下方から自動的に排出される。機関部には大型の交換があり、これを回すことにより、遊程が交代し射撃準備状態となる。20mm 弾10発を相談した巨大な弾層は、機関部上部にある相談口に装着され、相談口後方のマガジンキャッチにより固定される。 断層を装着していない際に機関部に、砂人や異物が入ることを防ぐため、相談口には前方に開くカバーが装備されていた。重心は65口径長の長大なもので、重工部には多項式のマズルブレーキが装着されている。重工部は、使用時以外に覆うためのカバーが備えられており、カバーは細い鎖で重心と結ばれていた。重心部の前端から三五ほどは、 木製の遮熱秘湯で覆われており、秘湯には一列10個と一列9個の冷却口が交互に開け穴されている。ガスチューブは重心下方にあり、ガスチューブ先端にはガス圧調整用の規制紙、レギュレーターを持つ。消紋と照星は銃の左側側面にあり、照星は放熱秘湯後端のガスチューブ支柱に、消紋は断層装着部横にある。 消門は射距離200メートルから1400メートルの範囲で調節可能であった。機関部前端下部には二脚と木製のソリが装着されており、足下と銃本体の接合部には発砲時の反動と銃本体の重量が足下に集中することを抑制するための干渉機構が組み込まれている。二脚は使用しない際には前方に90度跳ね上げておくことができ、 移動時にはソリを射撃時に際しては2脚を用いる設計で、ソリは特に陶器に雪上を移送する際に活用された。重傷部左側には木製のチークパッドが備えられており、装備板、バットプレートは上下の調節が可能で、ゴム製のクッションパッドが装着されていたほか、重傷底部には革製のクッションパッドを革のベルトにより装着することができた。 1960年代に入り、アメリカの民間市場に放出された L-39 は、大型銃コレクターや軍用兵器コレクターの間で、珍重され、2010年代においても、稼働状態の L-39 が、多数所有されている。1965年には、モントリオールで発生した、銀行強盗事件において、民間に放出されたものを保有していた。 ニューヨークの重宝店から盗難された2丁の L-39 が銀行の金庫を破壊するために使用された。この事件は1974年に制作されたマイケル・チミノ監督、クリント・イーストウッド主演のアメリカ映画、サンダーボルト、現代、サンダーボルトライトフットのモデルとなっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。